ハヤトの野望チャンネルへようこそ。イカダでサバイバルするゲームラフト、今日もプレイしていきます。前回ですね、ついに僕の島にこの牧場が完成しました。見てください、鳥だとかね、ラマだとかがいます。で、今回何をするかなんだけど、ちょっとスペース的にこれじゃ足りないと思うんですよ。なので改築してロマンあふれるでっかい農場をね、作っていきたいと思います。で、何からやるかなんだけど、資源を集めるところからやっていかないといけないんだよね。なので資源を集めるためのシステムをちょっと作り変えていこうと思います。まずはこの網だよね、この付け方をちょっと変えます。はい、全てのネットの回収が終わりました。で、ここ船の前面なんだけど、ここにですね、巨大な回収ゾーンを作ろうと思います。はい、完成しました。あとはここに資源が流れてくるのを待つだけなんだけど、さ、ゴミ流れてきたぞ。うまく引っかかってくれるかな。あ、なんとか引っかかりそうだね。はい、いい感じに機能はしてるんだけど、これじゃあゴミの量が足りないんだよね。前回まででシナリオ部分は完全にクリアしたんで、モッドを使って流れてくるゴミの量を増やそうと思います。さ、流れてきたぞ。さっきより若干ゴミの量が多い気がする。ただこれでも全然だな、もっと欲しいな。限界までゴミの量増やしてみるか。さあ、これでどうなるかだけど、ちょっと待て、なんかやばいの見えるぞ。なんだあれ待て、うわゴミ捨てすぎだろあ、なんかすごい重い、カクカクし始めた。いや、でもこれだけあれば絶対足りるぞ。うわいや、こんなに回収できねえよ船が壊れそうやめろ、やめてくれ、押し流される必死に拾ってるんですが、もう意味が分かりませんまあでもこれで絶対足りるはずだぞ。もう足りるっていう、もうそれどころじゃないけど。はい、というわけでかなりの資材がたまりました。そろそろ建築始めていこうと思います。で、ここは船の後ろの部分なんだけど、ここを拡張していきます。まず一直線に伸ばして、で、ここに柱を立てて、この柱の上に巨大な浮島を作っていきます。下に広大な空間作ると船が重くなりすぎて、エンジンたくさんないと船動かなくなるんだよね。上に上に板を張り巡らせていくことで、船がね、重くなる問題を解決できると思うんだよね。もう素材だけは大量にあるからな、いくらでも作れるぞ。あー、でも結構張っていくのも大変だな。柱がないと床も置けないし、目標の広さにするまで何層積み上げればいいか分かんないぞ。はい、できました。見てください、この広大な空間を。ちなみに構造的にはですね、何階建てなんだこれ。ここが1階です。2階、3階、4階、5階、6階、7階建てです。まずは柵を作っていこう。動物たちが落ちたら困るからな。はい、次はここに土を持ってこよう。おいおいおい、床が一部分食われてるじゃねえか。お前ら悪く思うなよ。もうすぐ最高の空間作ってやるからな。しばらくは空気汚ねえけど我慢してくれあれ、あー、とんでもないことが起きてるサメにかじられて半分消えました。マジかよ、嘘だろ強化された地面でやんねえから、もう最悪だよ、俺にしねえから一番上まで来たんですが、だいぶなくなってます。あ、1、2列なくなっただけだ。まだ被害は小さい方だな。あ、でかい島についてる、いつの間にか。ちょっと今修復中なんですが、上陸して資材集めに行こう。さあ、上陸します。動物がいるはずなんだけど、いや、お前じゃない、いや、お前も飼いたいところだけどあ、いるぞ。あれ、どこ行ったかな、さっきいたんだけどな。いた、よっしゃ、捕まえろ、ファイヤー。はい、捕まえました。あ、これは羊だな。お前の名前は牛だちょっと違うけどな。
あーなんかしょんぼりしてる。そうか、食べるもんねえから早く作ってやらねえと。やばいぞ、急げ急げ。はい、復旧できました。それじゃあここに動物たちを連れてきましょう。ちょっとこれ毎回はしごで移動するのめんどくさいから、直通通路も作りたいところだな。この辺りから屋根を張って、あー高さ足りるか、これ微妙、頼む届いてくれ。あー高さ足りない。あ、だからここだけ狭くすればいいんだ。ここだけこうすれば、はい見てください。あ、めっちゃいいじゃん、めっちゃいい。じゃあこっちに同じようにちょっと床を拡張し、おいいぞ。はい、直通通路2つ完成しました。さあ今運んでやるからな。よし、運び終わりました。であとはこいつらの食べ物がないので、ここにこの草地を張っていきます。張り巡らしていて、はい地面を置き終わりました。ここに手動で水やりするのは無理なんで、スプリンクラーを設置していきます。よし、スプリンクラーが置き終わりました。で問題はここにどうやって水を用意するかなんだけど、パイプをつないでいくしかないんだよね。まず後ろをこうやってつないで、よし、これで橋はつながったぞ。思ってたよりだいぶ不格好な感じになるかも。じゃあパイプだらけじゃねえかこれはい、パイプつなぎ終わりました。なんか思っていた地上の楽園感はだいぶないけど。であとはここに下から給水ポンプで汲み上げます。まず前回作ったこの水の汲み上げタンク、これだ。あ、これ掃除機使って汲み上げてんのか面白いなこれ。あそこまで繋いでいく必要がある。多分この辺なんだよな。こうだな。地面を補強し、これは絶対やっておかねえとな。で、あとはパイプをうまいこと繋いでいく必要があるんだけど、まずここだろ。ちょっと上に持ってこう、そしてジャンプしながら縦に縦にこう繋げるか。よいしょ。う、危ねえ。これだいぶ無茶な積み方をしてるけど。いけるか。あ、いけそういけそういけそう。よし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 。あー、つながってる、いつの間にか。よし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 、いいぞ。あとはこの汲み上げポンプにバッテリーを設置すればもう水を汲み上げてくれるはずなんだけど、さあ頼むぜ。水出てるかな。はい、全然水出てません。ちょっと待って、おかしいだろ。やっぱ1台じゃダメなのか。全く水が出ない。あ、出た出た出た。おお、止まったけど。ちょっと待ってよ、たまにちょびっと出るだけ。もっと増やさなきゃダメかな。あ、でも出てる出てる出てる。あ、結構出てるかも。時間かければいけるかもしれん、もしかして。ちょっととりあえず暗いから寝るか。おやすみなさい。はい、おお朝になったらめっちゃ草生えてました。ちょっと思ってた光景とは違うんだけど、もっとなんかこう地上の楽園みたいな感じを想像してたんですが、でかい農場できました。移動もちゃんとできるし、結構いいんじゃないかこれは。はい、というわけでね、今回なんとか農場作れました。というわけでここまでかな。ぜひね、面白いと思ってくださった皆さん、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。